はーい、皆さんこんばんは。ティンダーのミラクルボーイ、世界を救う男キングタクです。第26回では少年高速ライブワールドバザール2日間にわたってやってます。まず初日について解説します。初日はステージショーを中心ですね。はい、神楽高校合唱部などいろいろありましたね。先ほどの YouTube の回でも放送しましたが、はい、日によって違いますのでご注意ください。2日間共通で開催するのはボッチャなどの国際村の館外フリーマーケット、掘り出し物、いろいろありますが、ボッチャ体験、私、1勝2敗、2敗です。羽黒高校 OB として対決しましたが、羽黒高校現役合唱部対、現役対 OB の対決は現役が勝ってしまい、私、情けない結果になってしまったことをお詫び申し上げます。3位、国際村館内では、そうか、ライオンズクラブの、介護の福祉の、作った、もみじが丘かだっけ、厚みの灰。そのお菓子が美味しそうです。とってもお菓子、スイーツ、お土産で買いました、家族のお土産で、はい。なお、当日はマスク着用、県外在住、そして体調が悪い方はご来場は遠慮ください。検温、マスク、連絡先、協力はもちろんです。ソーシャルディスタンスを保つことも重要なんです。はい。まあ、館内ではまあ、他にも東南アジアのものとか中国のもの、いろいろ英会話部では今年はフェイスペインティングではなく、フェイスペインティングだとクラスターが起きる可能性が高いので、マスク着用の上、釣りです。私、釣り、うまいけども。最初分かんなかったですよ、正直。あやは分かりませんでした。ファンの皆さんには本当に申し訳ございませんでした。はい。まあ、あとは国際交流団体の活動紹介もいろいろありますね。はい。あとは奥でもまあ、アマゾン民族館でもイベントやってます。はい。まあ、いろいろありますけども、美味しいものは満載でございます。はい。いろいろあってですね。はい。ジョー先生、実はお会いしました。穴沢先生と合唱部、英会話部、いろいろ会いました。あと、春山先生もお会いしました。あとは、まあ、ノル先生、初めてお会いしました。本当に初めてで緊張したし、二人のツーショット、YouTube でご覧ください、これは。もう、ツーショット、二度と見れないツーショット。いや、一年に一度しか見れないツーショットですよ、はい。これの共演も初めてですよ、私。はい、YouTuber 歴。もうすぐ2年の男が初めてですよ、はい。もうすぐ2年経ちますけどもね、はい。そして他にもまだあるんです。明日はいよいよ、各国料理店模擬店、申し訳ないが私は持ち帰りさせていただきます。感染対策、そして職員の行動も考えながら、はい。軽率な行動、まあ、浅野山みたいにはなりたくないです。キャバクラでなんかやって結局6場所出場停止、的な感じ。そういう男にはなりたくないです。そういう自覚のない男には、はい。どんな料理かはお楽しみです。中国料理、韓国料理、ベトナム料理、そしてアジア、ヨーロッパ、日本、アフリカ料理、どんな料理か、南米料理や北米料理など、楽しみでございます。サンバーイ、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 踊りたくなりません。パー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 いいなぁ、まあ、バイバイ。